東芝東芝製のスマートフォン富士通富士通コネクテッドテクノロジーズ富士通モバイルコミュニケーションズ東芝製のスマートフォン東芝製のスマートフォンではこれまでに発売されたのスマートフォンをまとめる日本国内市場で東芝から初めて発売されたスマートフォンはソフトバンクモバイルから2007年に発売されたソフトバンク XHT が最初になる当時としては 日本メーカー製の 3G スマートフォンは珍しく、東芝も日本国内市場では au 及びソフトバンク向けのフィーチャーフォンがメインであり、それ以降、ポーテージ G シリーズは海外市場へのみ発売されていた。その後、NTT ドコモから2009年に T-01A が発売され、その当時は iPhone を皮切りにしたスマートフォン旋風が日本でも起きており、 ドこも向け端末としては、T2101V 以来7年ぶり、TS206 を含めて3機種目となったため、一部のマニアを中心に広がっていった。ソフトバンクからも、ソフトバンク X-02T として発売された。その当時、国内での携帯電話市場の将来性が見込めない、ことから、2009年10月以降は携帯電話の、 国内生産からの撤退することを2009年5月に発表し、端末納入計画を見直すこととなり、国内外スマートフォン及び au 向け端末に資源を集中することになった。その後、2010年には au にもいずれにとして、初めて個人向けスマートフォン端末が納入された。姉妹機としては t-01b がある。その当時、 富士通と携帯電話事業を統合すると発表され、それ以降は富士通東芝の東芝ブランドとなった。同年、その富士通東芝から、レグザホーンとして T-01C 及び、イズレイ4が発売される。この T-01C が、富士通東芝として、ドコモ向けに開発、製造、発売された唯一の機種で、それもドコモでは、 実質富士通製として扱われていた。一方のイズレイオンは AU でも従前通り、東芝ブランドとして扱われていた。また2011年8月25日には、国内初投入となる Windows Phone 7にして、世界初の Windows Phone OS 7.1が搭載されたスマートフォンのイズ 12T が順次発売された。T-0HC の後継機種である。 t-01d と t-02d に至っては t、o、を関しているにもかかわらず富士通製富士通ブランドのレグザフォーンいわゆる富士通レグザとなったそしてその t-02d を最後に t、o、を関する携帯電話スマートフォンは発売されなくなり2013年3月に t-02d が生産終了したことにより t、o、を関する携帯電話は 市場から姿を消した。日本国外では、その他、ボーテージア g 9 1 0 g 8 1 0 g 7 1 0 g 5 0 0ダイナポコット TG02 から、スライド式、クワーティキーボードを省略したものなどがある。NTT ドコモ、編集ドコモプロシリーズドコモスマートフォン AU、編集機種名のカッコ内は、実際の製造型版イズシリーズ4ビジネス、シリーズソフトバンクモバイル、 編集、ソフトバンク X、ありがとうございます。